皆さんこんにちは、えー、今日もお参りいただきましてありがとうございます温、えー、信平等ということについて今日は少しお話をさせていただきます妙高、えー、人という、うん、浄土真宗のお念仏の信者の方に稲葉の源座さん とと親しししままれていいいいる足利源座さんという方がいらっしゃいましたこの源座さんの話は私は好きな話が多くて今までも何度もこのお話をさせてもらったことがこうあるんでありますがある時この源座さんが一生懸命田んぼの草を取っておりました。 で、隣のお家の田んぼで、この若いお嫁さんが一生懸命、この田んぼで同じように草を取っておりますお。そのお嫁さんの子供、赤ん坊が田んぼのあぜのところに、このお、置いているのでありますけれども、その赤ん坊が泣いて泣いて、こう、仕方がないと。あの赤ん坊は、 お母さんのお乳を欲しがっているんだなと。気がついた源座さんが、そのお嫁さんに、早くもうあの赤ん坊を連れてお家に帰って、赤ん坊にお乳を飲ませてあげてくださいと。言うんですけれども、そのお嫁さんも自分のや,やらなければならない田んぼのお草を取ることを途中でやめるわけには、 いけませんので、いや、おじいさんと、自分の取らなければならないところが、草を取らなければならないところがまだ残っておりますからと。そうすると、源座さんは、いや、心配しなくてもいいよと。あなたが、あなたの草を取らなければならな,ならない分は、私が取っといてあげますから、赤ん坊のために、早く今日はお家に帰りなさいと。 まあそう言ってはくれたものですから、そのお嫁さんは仕事を切り上げてお家に帰って、その赤ん坊のお世話をしたのでございます。晩になって源座さんのお家では、あのおじいさんがなかなか帰ってこないと。いつもであればもう帰ってくる時間であるのに日も暮れるし、おじいさんに何かあったのであろうか、 と思って心配になってその田んぼまで見に行きますというと源座さんはなんと一生懸命隣のお家の田んぼの草を取っているではございませんか。家族の者はびっくりいたしましておじいさんおじいさんとそこは隣のお家の田んぼでしょうと隣の田んぼの草まで取らなくてもいいじゃないですかと。 源座さんは何の理由も説明せずに、ぽつりと一言言われたのは、ええじゃないかと。仏様の心の中には自分の他人のという区別はないからねと。仏様の心の中には自分の他人のという区別はないからねと。 そう言って、せっせと、よその家の田んぼの草を取っていた、という話なんでございます。話は遡りますが、日本は鎌倉時代において、二度にわたり、あの、モンゴルの国が元という国になって、二度にわたって日本を攻めてまいりました。 文永の駅公安の駅と呼ばれております。二度にわたりこの九州地方に大軍が押し寄せてきたのでありました。その時にはこの国の代表として指揮をしたのが北条時宗公でございました。文永の駅の時は24歳。 二回目の公安の駅の時はまだ三十一歳の青年でありましたが、鎌倉を離れることなく指揮をとって、この二つの国難を乗り切られたのでありました。公安五年、この円覚寺が建立されました。これは時宗公はかねてより、 徳宗公のお父様である北条時頼公が建長寺を解散されました建長寺を開かたてられましたそれに倣って自分も一家寺建立したいという思いが兼ねて寄り合ってこの山の内北鎌倉の地を選んでいて計画を進,んで進めていたのでございました。 それが出来上がりましたのが、くしくもこの公安4年の原稿が終わった明くる年の12月でありました。無学祖厳前時、仏皇国史を御解散に、この円覚寺でお説法をしていただきました。その後、その時に徳宗公は仙台のお地蔵様を奉納いたしまして、 無学祖元前寺に現行で亡くなった兵士たちの極供養をお願いしたのでありました北条時宗公はご自身は九州までは行かずに鎌倉にあって指揮を取られたのでありますがご自身よりも二歳下の北条宗政公を九州の地に派遣いたしまして宗政公はそこで指揮を取られました。 でそどうにか命からがら鎌倉に戻ってきたのでありますが、法案四年の夏、わずか二十九歳でお亡くなりになってしまったのであります。敵として戦った元の国に対しての憎しみの心がなかったとは言えないと思うのであります。しかし、無我こそ源前寺は、この 現行で亡くなった方々の御霊を供養するにあたって敵として戦った元の,の軍の兵士は元よりのこと前線に駆り出されたお無学こ元前寺にとっては故郷である南宋の国の兵士たちもあるいは朝鮮の兵士たちも皆敵も味方も区別することなく平等に ご供養をなされたのでございました時宗公に対してもそれは我がご,じご自身の弟がこの戦いのために命を亡くしたに等しいわけなんでございます実際に戦場で亡くなったわけではなくしてどうにか鎌倉まで戻ってきてお亡くなりになったのでありますがこの戦のために命を落とされたにこう等しいとこう思います でもその憎しみの心をいつまでも抱くのではなくして敵も味方も平等に供養すると恨み,恨みに対しては恨み,をってして恨みをもってすればいつまでも恨みはやむことはないと恨みを捨てることによって慈しみの心によってこそ恨みは消えるのであるという。 これはお釈迦様の根本精神でございます。縁岳寺はビルシャナブ仏をご本尊として、えー、解散をされました。山を開かれました。ご本尊が微呂斜名仏、華厳の仏様であります。華厳の教えによって、この縁岳寺を無学祖厳禅寺はお開きになったのでありました。華厳の仏、ビルシャナ仏というのは、 この世界全体、いわくの大宇宙がもう丸ごとディルシャノブスであるという、こういう実に広い広大なお心の仏様でいらっしゃいます。そんな広い仏様のお心からご覧になれば、仏様のマナコからご覧になれば、この世の争いも 敵も味方もないと。仏様の心の中には自分の他人のという区別はないと言われた。玄座さんのお示しとお示しはその通りなのでこうあろうと思います。時にはこのような仏様の眼で見ている。見てみる。私たちは仏様のお心の中に 抱かれているのであると。こういう見方をしてみるということも大切なことではなかろうかと思います。仏様の心には自分も他人もない、敵も味方もない。これが温心平等の心でございます。ご清聴ありがとうございます。